なんていうのかないろんな今までの情報を全部暴露しちゃうよ、みたいなことでしょ結局あの復讐みたいな感じまあ、それだけしか知らないけど、なんか無様な人だね。怒った小学生みたいな感じ。<laughs> 僕知ってるよ って感じですねいやなんかこういざとなった時に助けてくれなかったとか言ってますけどそういうことする人間だと思われてたから助けてくれなかったんじゃないんですかって感じだよねだからだよって言ってあげて誰か <laughs> ぶっちゃけその私もありますよまあ自分がこう協力したりとかしたことに対してなんかすごいヤバい対応されたりとかねありましたよネット関係の人とか活動してきた場の中であったけどその証拠って言ったらなんだけどまあぶっちゃけあるしでもそれは 暴露して云々にししししててににようっていうっいいいのにはならないかなならかかも名指しでね関わりたくないし <laughs> だから私は自分から関係を切って、私はもう関係ないですってやった。そういうことがあったけど、でもそれは明るみに出さずに関係を切ったけど、まあそれだけを見たら私が悪いみたいなんだろうけど、別にそれでいいかなっていう。相手の人生を壊してまで自分の立場を保とうとは思わない。だったら自分が悪口言われてるぐらいの方が、まあいいかな。 その人にも生活があって、家族があって、いろんな関係性があって、お仕事があって、っていうのを壊す理由にはならない。自分が傷ついたからといってね。嫌な気持ちになるよ。それは嫌な気持ちにはなるさ。えぇ、ー、えぇ、ー、みたいなことになるけど、じゃあ私見る目がなかったんだな。で終わりだけどね。ははは。しゃあないからね。人なんて大体そんなもんだしね。はっはっはっは。ぼかしてるよ。僕知してる。これ知ってるよ。僕知,知ってるよ。